皆さんこんにちは。昭和の名大関、各界のプリンスと謳われた初代貴乃花関の夫人であり、長男の花田勝氏を第66代横綱に、次男の花田浩二氏を第65代横綱に育て上げた女将さんとしても有名な藤田紀子さん。藤田紀子さんについて調べていくと、熱愛や不倫、傷害事件という言葉をよく目にしますよね。そこで今回はお笑い芸人ピース綾部さんとの熱愛の真相、不倫問題、春馬富士傷害事件についてご紹介します。本題の前に藤田紀子さんの経歴について簡単にご説明します。芸名藤田紀子、本名藤田紀子、あだ名おかみさん、タレント、女優、コメンテーター。生年月日1947年9月7日。出身地大分県大分市。血液型 O 型。藤田紀子さんは女優としてデビューしましたが、活動が軌道に乗るまで松竹時代には映画やドラマでもどこに出ているかを確認するのが困難なほどの早く専門の女優でした。1967年にメスがオスを食い殺す3匹のカマキリへ出演してからは一部で注目され、短いセリフのある端役を演じるようになりました。1970年10月、当時人気幕内力士だった貴乃花さんと結婚し芸能界を引退。貴乃花さんとの出会いは、藤田紀子が21歳、貴乃花さんが19歳の時だったそうです。最初は藤田紀子さん曰く、達筆で素敵な文章の手紙が速達で届き、心を動かされて貴乃花さんに惚れたそうです。ところがある日、すごく汚い字で書かれたひどい文章で藤田紀子さんのもとへ手紙が来たと言います。どうしたのと藤田紀子さんが貴乃花さんに聞くと、貴乃花さんは代筆していた付き人が廃業したと悪びれずに明かしたとのこと。藤田紀子さんはこのことについて、詐欺ですよ、最初からひどい字でひどい文章ならもしかしたら好きにならなかったかもしれないと後に話していました。貴乃花、若乃花と男子二次を設けましたが、2001年には不倫疑惑が報道されたため別居後に離婚し、芸能界に復帰しました。なお次男の貴乃花さんとは絶縁状態と言われ、長男の虎上さんとの交流についてはプライベートで交流があると言っています。虎上さん曰く、うちの母親はずっと17歳の女子高生、気持ちがというかいろんなことがとのこと。2012年になるとマダム好きであるピース綾部さんとの交際が報じられ話題になっています。2023年からは女優、タレント、コメンテーターとしてメディア出演するほか、子育て、ライフスタイルをテーマに講演活動を行うなど活動の場を広げているようです。相撲部屋の元女将にして横綱の母親という経歴から、ワイドショーにおいては大相撲に関するコメントを求められることも多いのだとか。また10代に始めたクラシックバレエのレッスンを近年再開、その他ヨガやバランスボールなどで汗を流し、ヨガなど常にアンチエイジングと体のメンテナンスに余念がありません。しかしながら一時期顔面崩壊して能面みたい、目が怖いなど言われ整形疑惑が浮上したことがあるようです。ファンからはシワを伸ばしすぎて少し不自然に感じてしまいます。特に目尻を強化しているのか、顔のパーツ、特に目がうずもれてしまっているように見えます。ボトックス整形が崩れてきて二重まぶたまで埋もれてるんじゃないのなど様々な反応がありました。本人は特にコメントを出さなかったようです。では本題に入り、ピース綾部さんとの熱愛の真相についてご紹介します。2012年に
熟女好き芸人ピースの綾部裕二と、元横綱若乃花&貴乃花の母で美熟女タレント藤田紀子さんの30歳差熱愛疑惑騒動に波紋が広がりました。双方とも熱愛を否定しているものの、いずれも嬉しそうに取材対応しており、何もないとは思えない雰囲気。実は二人の関係の背景には報じられていない秘密がありましたと、綾部さんに近い関係者が耳打ちしています。綾部さんは熟女好き、藤田紀子さんもかつて18歳年下の医師との不倫騒動を起こしたことがあります。ならばこのまま30歳差熱愛と行くのが自然ですが、なぜかすんなり恋人関係になれない事情があると言います。二人の知人の多くは、恋人関係に踏み切れないのは綾部のスカトロ趣味に違いないと囁き合っています。綾部さんがスカトロ、つまり女性の代弁好きなのは有名な話。関係を持った女性にそれを要求するのは、綾部さんとエッチした女性の何人もが証言しています。今回も綾部さんは目の前でうんこをするよう藤田紀子さんに頼み、さらにはうんこを食べさせてくださいと頼んだと考えてほぼ間違いないでしょう。清潔好きでプライドの高い藤田紀子さんが男の前で脱糞することは考えられません。藤田紀子さんは恋愛感情と綾部さんの異常性癖の間で悩み、ついていけないと困惑しているようです。同芸能関係者、綾部さんのスカトロ好き疑惑はこれまで親しい芸人仲間が深夜番組やイベントなどで何度も暴露しています。芸人仲間の間では、綾部さんは本物の変態という見解で一致しています。しばしば都内のマニア系 SM クラブに通い、熟女女王様とのスカトロプレイを楽しんでいます。よく、あ、さつき緑のうんこ食いてと独り言を言っています。どう？反面、今回の熱愛騒動はガチと見る向きも多いです。藤田紀子さんは好きな男性だけを家に招き入れ、かつ手料理を振る舞う特徴がある。綾部さんはまさにそのパターン。前室芸能プロ幹部、相方は小よしではありませんでした。週刊実は、続いて藤田紀子さんの不倫についてですが、紀子さんは二子山親方夫人時代に実は18歳年下の青年医師 M 氏との不倫が発覚した過去があります。振り返れば、結婚している時期も含め、彼女は男性をめぐる華やかなエピソードにはことを書きませんでした。大分県出身の紀子さんは元女優、藤田紀子の名前で1967年メスがオスを食い殺す3匹のカマキリ松竹でデビューしました。彼女の女優時代を知る古参の芸能プロ関係者は次のように語ります。当時は和製マリリン・モンローと言っていいほどのフェロモンを感じたものです。何しろ目に力があって、大柄じゃないけど胸が張っていて、男が放っておかないプロポーション、本人も自分の魅力を分かっているようで、服装も花柄や原色が好み、通りを一緒に歩くとすれ違った男がみんな振り向いたもんです。デビュー作メスガの制作関係者が言います。あの作品には主人公と愛人の濡れ場があったんですが、愛人役の女優がドタキャン、彼女が急遽抜擢されたんですが、脱ぐのも平気ですと意欲的でした。当時は女優も男とたくさん付き合って芸の肥やしにしろという時代でした。彼女も食事に誘うとすぐついてきたり、そういった努力をしていましたね。本人も当時、女性誌のインタビューである、タレントとの交際を認めた上で、他にボーイフレンドも10人ぐらいいると語るなど、複数の男性との交際をほのめかしてもいました。その頃、関係者の間でかなり深い仲とも言われていたのが大物俳優の T でした。前室芸能プロ幹部はこう語ります。私が T と付き合っているのと水を向けると、あっさり、あ、バレちゃった。 T が女優としてののりこさんをバックアップしてあげていたらしいです。当時は芸能マスコミもうるさくなかったので、いいけど深入りせず慎重にねと忠告すると、はいはい大丈夫なんて笑っていましたよ。その後、
のりこさんは貴乃花として、人気絶頂だった二子山親方と恋に落ち結婚、おかみさん業に邁進しました。講演会関係者が振り返ります。親方とのりこさんの仲の良さは、息子たちの若貴兄弟がデビューしてからも続いてましたね。弟子がいないと、のびちゃんと部屋の中を探して歩くんですから、のりちゃんどこにいるのかなって、押し入れを開けたりテーブルの下を覗いたり、あの子供のような仕草は実に微笑ましかったですね。一般に力士のセックスはエネルギーが有り余っているだけに人一倍激しいのですが、花だけに詳しい人物は本誌にこう語ります。力士は一晩で10回したというのはザラですが、二子山親方もそのぐらい激しかったと聞きましたよ。もうさすがに身が持たないわ、なんて話を本人からも打ち明けられました。巡業中で家を開ける時なども妻の動向を気にして頻繁にチェックの電話を入れるほどだったと言いますが、その後の展開を二子山関係者が明かします。逆にそれがのりこさんの気持ちが親方から離れるきっかけになったようです。親方との間に隙間風が吹き始めた頃に現れたのが不倫相手の M 医師で、彼にのめり込んだのりこさんは下着の色まで変わり、白星を大事にするため純白だった下着も M 氏が好みの黒も身につけるようになったらしいです。それだけに関係を否定された時ののりこさんの怒りは尋常じゃなかった。まさに出会った男性に四十八手さながらの様々な恋愛テクを繰り出してきたのりこさん、綾部に本命は猿元人気 J リーガー夫人との報道が流れる中、次にどんな一手を見せるのでしょうか。最後に春馬富士傷害事件についてご紹介します。モンゴル人力士の首席で事件は起きました。春馬富士が鷹の岩に説教している時に、鷹の岩のスマホに着信、鷹の岩がスマホを操作して春馬富士が激高し、ビール瓶で鷹の岩を殴り、その後も素手で殴り続け、同席していた白鵬が止めました。鷹の岩は頭蓋底骨折の怪我をしたといいます。当初はこんな報道でしたが、ビール瓶では殴っていない、説教していたのは春馬富士でなく白鵬。鷹の岩の診断書が2枚あり、症状が違う。鷹の花親方が相撲協会理事長になりたくて仕組んでるなどなど、会情報と好き勝手な憶測が乱れ飛び、モンゴルから旭鷲山が来日したり、朝青龍がツイッターで何か言ってたりと、何でもありの状態です。報道自体も見てきたように嘘を言う、落ちでいくものが多く、有名人はここぞとばかりコメントを発し、売名行為に勤しんでいます。被害者の鷹の岩とその師匠の鷹の花親方は鳥取県警に被害届を提出しましたが、その後はだんまりで相撲協会の事情聴取にも応じませんでした。そんなことから鷹の花親方の行動は謎だ、魂胆があるに違いない、相撲協会理事長の座を狙ってと親方へのバッシングにまで進んでいます。ここで鷹の花親方の母親で女優の藤田紀子さんが登場しました。藤田紀子さんは前日28日八角理事長が暴力問題の再発防止についてをテーマに、重量以上の力士を対象にした講話を行ったことについて、前日の理事長の講話、暴力のことだけでよろしいんですかね、その元があってこの暴力行為があるんですよ、それを私はこの事件を知ってから最初から分かっております、暴力はこの今私が口に出せないことを、はあちょっと難しいですねと苦笑いを漏らして言葉を濁した藤田紀子さんは、貴乃花親方が口に出してはっきりする時期が来たら、私も31年間見てきたこと、聞いたこと、実際にそういうことがあったこと、すべてお話しいたしますと、角界と親子で対決する覚悟を示していた。一部にはモンゴル人力士が星の貸し借りをしていた、ガチンコ相撲の貴乃花はそれに反発していた、そのため弟子貴乃岩にもモンゴル人力士との付き合いを厳禁していた。貴乃花親方は今回の事件を機にこれらの解決を狙っているなどとの情報もあります。相撲協会がモンゴル人力士によって
大相撲を盛り上げ、既得権益に使っていたことは間違いないと思います。それに貴乃花親方が全身でぶつかっていったのなら応援したいですが、真相はまだ闇の中です。それでも貴乃花親方の母親の藤田紀子氏の上記の発言は重いと思いますね。八角理事長、元横綱北勝海をはじめとして相撲協会は戦々恐々でしょうね。そんな相撲界のおかみさんとして双子山を支えてきた藤田紀子さんですが、実は貴乃花光司の父親が双子山親方こと貴乃花俊明さんではなく、2018年10月9日に亡くなられた大相撲第54代横綱の輪島博さんなのではないかと噂されています。貴乃花元親方が輪島博そっくり似ていることが理由のようです。確かに若鷹時代を作った貴乃花元親方と花田勝さんは兄弟でも似ていないとも言われていたことがありましたね。お二人の父親は元大関で大活躍して大相撲を沸かせた貴乃花俊明さんということはよく知られていますよね。ただ貴乃花元親方と貴乃花俊明さんとはあまり似ていないとも言われていました。このことから輪島博さんが貴乃花光司の本当の父親ではないかと噂が立つようになったようです。画像を見てみると確かに貴乃花元親方と輪島博さんの若い頃は似ているのです。輪島博さんが昭和の大横綱で貴乃花元親方が平成の大横綱ということも輪島博さんの DNA を引き継いでいるからと言えるかもしれません。輪島博さんが貴乃花元親方の父親ではないかと言われ始めたきっかけは1995年に発売された週刊誌がきっかけでした。貴乃花元親方が実は貴乃花俊明さんの子供ではないと週刊誌がスクープしたのです。当時は平成の大横綱である貴乃花親方、兄の若乃花で若鷹時代で大人気の時でした。そのスクープを受けて母親である藤田紀子さんは浮気についての話を否定、否定した上で貴乃花元親方は貴乃花俊明さんとの間にできた子供であることを主張。ただ貴乃花元親方は父親が違うという週刊誌のスクープを信じてしまったと言われています。それ以来母親である藤田紀子さんとは断絶状態が続いていて話もしていない状態だそうです。その他にも藤田紀子さんが浮気をしたのではないかと思わせるようなことがありました。それは貴乃花元親方の父親である貴乃花俊明さんの残した遺言でした。遺言には今後 DNA 鑑定をすることがあるかもしれない、貴乃花俊明の爪と髪の毛を残すようにと若乃花である花田勝さんに伝えたそうなのです。とても意味深な遺言ではありますが、このことが意味するのは貴乃花俊明さんも何かしら疑いの念を持っていたということでしょうか。藤田紀子さんは完全に否定していますが、貴乃花俊明さんを含めて周囲からは疑いの念を抱いている人も多いのかもしれません。真相は解明されていないままですが、もし DNA 鑑定をすることになれば日本中が大注目することになるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は藤田紀子さんの熱愛や不倫、春馬富士傷害事件についてご紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。